どうも、ポテキを作れる荒野です。今日は女性専用サロンを運営されているみことさんっていうね、恋愛コンサルの方にお越しいただいてるんですよね。男性が多いこのチャンネルでそれをお伝えするのって、女子が抱えているかなりディープでリアルな悩みっていうのをランキング形式でね、紹介することで皆さんにもぜひ参考にしてもらいたいなというふうに思ってお呼びしております。モテちゃう件気をつけてを発売になりました。魅力開花プロデューサーのみことと申します。魅力開花プロデューサー、モテキプロデューサー , 笑うんですよ出版するほどの方がオンラインサロンを開いていて、そこでの悩みってね、先見してもらったんですけど、深い悩みがたくさんあってですね、男性側に紹介するの面白いって思ったんで今日来ていただいたんですね。こちら荒野さんに。あ、ありがとうございます。あ、サイン、はい、サイン書いてもらっていいですか。顔に。あ、はい、ちゃんと書いてくださいね。はい、おしゃれにこれね、書いてもらったんで。じゃあ今日はね、ご紹介する恋愛相談内容ですね、トップ3でご紹介してもらいたいんですよね。まず3つパパパッとこう教えていただきたいんですけど。範囲が好きな人ができない。死ぬほどあるあるですね、これ。僕のチャンネルのコメント欄でもむちゃくちゃ多いですよ。じゃあ2位はどうでしょう。2位は浮気が心配。男性は浮気するものだから、私の彼もいつか浮気するんじゃないか、これはもしかしたら今夜かもしれないということで、なるほど、飲み会の日の過ごし方にすごくストレスを抱えてる女子って多いです。これは深掘って聞いていきたいですね。はい、1位はどうでしょう。1位は男性の見極め方です。あ、見極め、見極めは僕も多いですね。男性から女性を見極めるみたいなテクニックとかもあったりするんですけども、女子って私こういう失敗したんです、もう二度とこんな失敗したくないから見極め方教えてくださいみたいな。あります。もう二度とダメンズには引っかかりたくない、だから教えてください。これはね、女子はこれを見たらそのまんまね、みことさんのサロンの中の有料の情報を覗き見することができて、うん、かつ男子はね、それを避けようと努力してもらえれば恋愛力が向上すると思うので、はい、では早速回答をしていただきましょうかね。じゃあまず一つ目の好きな人ができない。まず好きな人ができないというパターンが大きく分けて二つあると思うんですけど、一つが過去のトラウマとか婚約破棄とか何かあって怖い、進むのが怖いってことですよね。で、二つ目が元彼と比べてしまう。これは初対面の時からこの人は元彼を果たして超えてくれる人なのか、ジャッジの目が入っちゃうと女性自身も好きな人ができないっていう風になるし、男性からしても困りますよね。はい、ストーリーを知れ。皆さん、情熱大陸って見たことありますか。面白いですね。すごい引き込まれるし、その会社とか人のファンになっちゃうんで。そうなんですよ。で、なんでファンになるのかっていうと、ストーリーを知るからなんですよ。あの30分でこういう思いがあってああいうことやってたんだとか、こういう挫折があったんだとか、熱い思いとかを知ることによってどうですか。この人が頑張ってる理由ってこうなんだって分かると、うん、応援したい気持ちとかも出てくるんで、恋愛テクニックとしてもこれ結構いいなって思うんですよね、うん、男性にアドバイスってよく、自分の話をするときは情報を伝えるだけじゃなくて、なぜそれが好きなのかみたいなのも一緒に伝えると話が盛り上がりますよっていう盛り上げテクニックとして紹介してるんですよ。それめっちゃいいと思いますよ。いや、なんかめっちゃ肯定してくれるじゃないですか。それもテクニックですか。いや、そっちこそそっちこそテクニック仕掛けてきてるでしょ。ストーリーを知るのに、じゃあ何をデートで聞けばいいのかっていうので、私一つおすすめがあるのでご紹介します。はい、具体的なね。嫌いな食べ物を聞いてください。はい、嫌いな食べ物ってあるんですか。エビが嫌いですね。え、なんで。エビ美味しいじゃないですか。一回なんか人前でシュリンプパイを食べて店内で吐いちゃったんですよ。それ以来シュリンプはエビだ。うん、っていう話を聞くと、はい、そういうことあったんだなみたいな一歩知れたっていうことですごく好感度が上がるんですよ。人の嫌いな食べ物って不思議で、トマト嫌いなんだよね、でも焼くと好きなんだよねとか、そういう個人的なストーリーとかも見れるので、嫌いな食べ物ぜひ聞いてみてください。確かに相手のことを好きになる、うん、いいアプローチになりますね。もう一つ、はい、好きな食べ物もぜひ聞いてください。好きな食べ物何ですか。牛丼。牛丼、あ、私も好きです。じゃあ今度行きましょうか。次のデートにつながるのが好きな食べ物ですよ。そのままデートにお誘いしようっていう流れになりやすいから、食べ物の話はおすすめである。男性もぜひ聞いてみるといいと思いますよ。第2位いきましょうか。第2位は浮気が心配、うん、浮気が心配だって言ってるね、女子に対して。彼の飲み会の日の過ごし方が下手だと、やきもきして、あんなことしてるんじゃないか、こんなことしてるんじゃないかで、彼にそのイライラをぶつけてしまって自ら関係を壊してしまうっていうのが多いんですよ。彼って迷惑ですからね、男性からしたら。あ、でしょでしょ、すごいびっくりしませんか。だって自分はちゃんとしてるのに、なんでそんな疑うのって思うし、疑われたら逆に浮気してやるぞってなりませんか。どうですか。確かになる。女子にお伝えしたいこと、こちら。事実と妄想を分ける。めちゃくちゃ大事です。大切な人を大切にするためにこれは絶対にしてください。女性って悪い妄想の天才なんですよ。妄想族ですよ、私たちはね。例えば彼から LINE が来ない、今日は飲み会だ、あれ、そういえば昨日誰かと彼ちょこちょこ LINE してたな、ん、先週誰々の知り合いの人ともう飲み行くって言ってたな、もしかしてあれ全部女性かもしれない。パン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 繋がって、もうワン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 なるわけですよ。男子からしたら
まあ、多くの場合は本当に会社の上司との予定があったりとかするわけですよね。その中に女子が混ざってることもありますよ。やましいことはないっていうのがほとんどなんじゃないですかね。妄想と事実をちゃんと分ける。事実はただ単に LINE が返ってきてないとか、うんうん、彼は飲み会に行ったとか、それだけなんですよね。ちゃんと落ち着いて自分の時間を楽しむ、自分デートをやってみてください。自分デート、自分デート、この本にも載ってるんですけど、自分デートすごく大事ですよ。ちなみに僕、はい、自分デートしてるかもしれないです。迷子ゲームって言って Google マップで人型のピンを落とすとストリートビューみたいになるんですよ。実際に街をこう歩いてるみたいな感じになって、うん、先の方をクリックするとビューンって進むっていう、あれを都内で目つぶってバーって適当にピンを落として標識だけ見て家に帰るっていう。私がみたいな目と俯瞰して見る目両方持ってるとすごくこれやりやすいので、うん、それのやり方はノートに書いてみるといいです。事実と妄想をまずバーって自分の気持ちを書いて、事実だけに丸をするとか。栄えあるナンバーワンの男性の見極め方、こちらです。会いに来るかどうか、会いに来るかどうか、すごくシンプルですよ、はい、口ではいくら前のことが好きだ、いつか結婚したい言っても、実際行動はどうですか、うん、彼は会いに来ますか、そこだけを見てください。これはね、会いたい会いたいって言うだけ言って実際に会いに行かないとか、遠距離恋愛とか中距離恋愛でも、うん、女子側に来させるばっかりで自分からは忙しいとか何かと理由をつけて来ないとかっていう人いますからね、うん、彼が時間をかけて会いに来る、そのプロセスがやっぱり愛を育むんじゃないかなと思うんですよ。もし結婚したいっていう方はぜひそのプロセスを彼にプレゼントするような、そのプロセスを踏むことによって会いたいなっていう気持ちが高まりますよね。いつも一緒にいたいってなると結婚しようかなってなるんですよ。それを彼女がせっせせっせと来てくれて、家に来たら家事やら料理やら全部やってくれたら、男性もこのままで満足ですよ。結婚する理由がないです。そう、なんかやってもらって当たり前っていう感覚が出てくるんですよね。尽くしてしまうタイプの女子っていい恋愛ができないと思ってるんですよ、うん、男性側いろんなことやってもらったら嬉しいんですけど、やってもらったら何か一つやってあげることにできることが減っていくってことなんですね。相手に貢献しているようで実は相手の能力を奪っているっていう状態になっちゃうんで、尽くしすぎるっていうのはね、やらない方がいいですね。めちゃくちゃわかります。相手が何かしてくれようとしたとしても、自分でできることはね、どん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 積極的に自分でやるっていうので、相手に愛情を伝えることもできるし、自分の男としてのね、質を落とさない、むしろ上げていくっていう自己研鑽にもなるんでね、うん、会いに来るっていうのはその究極体質でね、遠くても時間があろうがなかろうが行く、顔だけ見てじゃあってやつでもめっちゃかっこよくないですか。今仕事終わったから顔だけ見に行くわ、コーヒー一杯だけ飲もうよ、めっちゃいいと思います、ね、会う回数ってかなり大事なんで、付き合った後も実際に会うかどうかっていうのは意識してもらいたいですね。トップ3でいろいろ端的にね、まとめて話をいただきましたけども、男性の方はね、本当に大いに参考にしてもらいたいんですよ。女子の悩みはもちろんいっぱい集まるし解消されていくけど、悩みが出て解消していくこのアドバイスをする中で、いっぱい男性も学べるエッセンスで出てくるんですよね。逆に言うと僕は男性向けのテクニックをたくさん配信はしてるけど、それを見て女子が学ぶことっていうのもあるんでね、これからもね、ぜひみことさんとは仲良くさせていただきたいなと思ってます。多分ね、相乗効果あるはずなんで、ぜひまた来てくださいよ。あ、呼んでくださいよ。私のサロンにも来てくださいよ。本当ですか。行きます、うん、行きます、行きます、行きます。あ、福岡にも来てください。あ、私福岡から来ました今日。福岡か。あ、来ないです。行きますよ。会いに行くことが大事ですから。あ、そうですよ。会いに来るかが大事なんでね。はい、皆さん、またね、これ次回もあるかもしれないので楽しみにしててください。またねー。アディダス。